松田康弘は、日本の政治学者、博士、東京大学教授。専攻は、アジア政治が移行し、東アジア国際政治研究、中国及び台湾の政治、対外関係、安全保障、中台関係論、日本の外交、安全保障政策。1965年、北海道生まれ。1988年、冷卓大学外国語学部。 中国語学科卒。1990年東京外国語、大学大学院地域研究研究科修了。94から96年在香港日本国、総領事館専門調査九97年慶応義塾大学大学院法学、研究科博士課程単位取得大学。2003年博士学位取得。92から8年防衛庁防衛研究所で、助手。 主任研究官。2008年より、東京大学東洋文化研究所准教授を経て、同教授。12年から15年3月まで情報学、官教授。15年より、東洋文化研究所教授。東京大学東洋文化研究所、松田康弘研究室による。東京大学東洋文化研究所、松田康弘研究室、経歴と業績。 2013年1月16日閲覧。発展途上国研究省令賞第28回発展途上国研究省令賞受賞作品。2013年1月17日閲覧。柏山小学財団、柏山淳造賞。2013年1月17日閲覧。第7回中曽根康弘賞受賞者。2013年1月17日閲覧。 東京大学東洋文化研究所、松田康弘研究室、経歴と業績、2013年1月16日閲覧。ありがとうございます。